チャオ、あっちゃんです。今日2月の19日日曜日、バッティングセンター来てマクドでお昼ご飯食べます。あ、ね、カルダのチーズ、あっちゃんはチキンタルタ、リョウはチキンタツタ、ナゲットとポテトで、野菜ジュースとコーラとビールソーダで食べたいと思います。で、これ大学芋セットに変更した。で、ソース今かけるの、うん、それを上からチーズでかけたら何にしてるの、パチンでかける、うん、グリーングリーン、はい、これで食べたいと思います。はい、では食べたいと思います。うまそう。で、食べたよ。なんか立ち上げたの？やだ。うわ、頭じゃない。え、一個やったら足らんじゃん、大丈夫？一個やったら足らんじゃん、大丈夫、足りる？なっちゃうでしょ。お、これやって。え、これやって。また食べたから、ただ美味しかったから、リポートです。量は、なんか立つと今度食べれるの、人たち。なんで？いや、どんな味か、タルタルソースって言ったら、ええー、とか自分でさ、これ入れたいの、タルタル、うん、うん、おいしい。期間限定はね、うわ、なくなるのに、いっぱいついた、食べにくい。うまい、これ。おいしいよ、うん、これが、すごい久しぶりだった。もう久しぶりや、何年ぶりや。正直マクドのソース好きじゃない。ソース？なんか赤？辛いよね。写真撮っとこう。マスタードじゃないけど。いいね、いっぱい食べて、タルタルソースがはみ出して食べにくい。生姜醤油、そう、うん、間違いない、タルタル、タルタル重い、生姜醤油がいい。二度漬け禁止。二度漬け禁止は。これはOK。めっちゃべったんやねん。もう重くないの？2月1日が待って、5個しかない、5個しかない。別に1時間に入れさせたら、その後の何してんの、片手ハンバーグが持ってたら、久しぶりにコーラ飲んだわ、うん、めっちゃ久しぶりなのばっかり、うん、で、肉やろ、ボロボロ落ちるやろ、うん、それが立つ、食べたもんやけど、うまいよね、うん、うまい、うまい、もううまいしか出る、あ、
借りる？ん？もやろうか？いいの？めっちゃ食べたね。見てこれ、もう食べにくい。それが食べたや。うん。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。やっぱり立つのが正解じゃん。もう立てるね、もっと。いいわ。うん、これじゃん。なんか使ってみるといいで。喉痛い。え？喉痛い。なんで？コーラで。あ、これうまい。こんな久しぶりやん、コーラの。うん。ポテトも久しぶり。ポテトも家で焼けてやる。マクドのポテト。マクドが久しぶり。ちょっとかけてから、後でかけたらよかったな。大学の人、うん、そこに行くの明太かな。いいの、知らない。出たら楽しいよ。出たら楽しいよ。これ電話が通るじゃん。家で起きたら死んで寝るしけん。もういいの？分かったのか？これは今朝朝朝朝朝あんまり若い子やったらまたバッと振られる。うん。さっきね、ソフトボール行ってきたの。ね。そこで何球打とうかなって、また行こうか言って。隣やねん、バッティングセンターの。だから。ソフトボールと何球ってどっちが打ちやすい？ソフトボールは大きいよ。大きさ的にも重さ的にも。見渡す的には軽い何球方が、うん、ただ当たりにくい。まあまあ一緒やけどな、当たりにくい。夢じゃない。ただもうちょっと上から投げるから球がまっすぐ、そういうところふわーってくるやん、うん、で打ちにくいやろ、逆にだからすくわない、うん、だから、うん、じゃあ、ね、まあ、両方やってみ、うん、で野球経験ゼロなうちの子供、お前に小学校で、ね、テニスのラケットせえへんだ。え？テニスのラケットせえへんだ。せえへんだ。せえへんだ。こういうテニスのやっこいボールでな。球技はね。いくらだっけ？テニスの授業だっけ？ポコボール。ポコボールした？バレーボール。ポコボールじゃねえ。ポコボールじゃねえ。え、中学校ってな、うん、体育の授業で野球とかないの？ない。あ、そうなんや。ソフトボールも？ない。あったで昔。ソフトボールしたぞ。ソフトボール。だから冬ソフトボール投げとかするって言って。冬ソフトボールとかするやん。ソフトボール。野球や。野球みたいなもんや。何それ、ベースボール。あ、そっか。生徒からんねや。うん。男子だけで、男子だけで18人おらへん。え？18人おらへん。18人おらへん。おる？おらへん。おらへん。生徒2人が交わしたら25。両クラスで男子だけ25、うん、それだったらいいけど、あの一クラスで体育するやろ、大体、うん、一クラスは12と13、うん、一クラス12と13、あ、野球できるの、うん、なかなか授業でソフトボールとかあったよ、
時々野球もするんだよ。野球部のやつうまいからピッチャーめっちゃうまい、早いねん、たぶん打てやかんよ、うまいよ。もううまかったからな、打ちやすいならでくれたからね、うん、時々マジで真剣になるよ。無理やり体に当てていくやつは、あ、おらへん、おらへん、いいね。みんな大体な、マクドってセットと、もう一個ハンバーグ、うん、ハンバーガーが2つで、うん、セットで食べる、男の人って定食はくれるけど、うん、いつも遊びに行くやん、うん、だからみんなハンバーガー2つと食べる、うん、で、どうしようか迷って1個にしといて正解やね、消えてる、ほんまや最後に置いといてた食べた食ってるね、だけ買うねんね、うん、見えてだけ買うねんね、うん、ほんとだ、ナレットたちはクーポンなかったっけ、ナレットだと思うよ、さっきそう言えば、お母ちゃんね、どうしました、今のに入れたね、なんで、うん、ほんであの、買うて帰るからね、うん、うん、はい、お母ちゃんに買い物頼む、チョコレートこれ書いてって、なんでチョコレート、これバレンタインみんなに渡さへんだからな、うん、これこうてってって、なんでやねん使われてえ走り走り、うん、とか行かれへんよ、なんでよ、おじいにも頼んでへんの、うん、うん、うん、火使ってんねん、そうなんや、アツシも使うね、アツシも、なんでアツシって失敗すぞ、ミステイク、ミステイク、ミステイク、普段そんなことしようとしてるからや、え、普段そんな呼び方しようとするから、いや、学校ではそう言ってんの、学校で親とか前でアツシ言うたら、お母さんもって言うから、親父って言うし、親父がアツシだ、親父って言うからどっちが買ってくる？いいわ。ここないわ。いいわ。なんで？ポテトにつけるわ。そう。なんか買ってきてみて。ソフトクリームとか。サンドポンとかとかいらんの？いいって。うん。朝食できたから食えへん。食べへんの？食べられへんのね。朝って言ってもあれ多いよ。一時くらい食べる。食べる。こうやすんの？ここやったら食べやすいの？いいの？え？私がカットする。何でやねん、何でやねん、カットしてないやん、あかん、カットしてなあかん、面白い家族でしょ、おいしい、もういつも俺も悪いやん、生姜醤油ポテトとか出したらいいの、うん、大学ポテトおいしいじゃん、甘い、生姜醤油ポテトやで、カリポテは、うん、タルタル好きじゃない、エビクラムしたパケ、美味しい、美味しい、なんでソース2ついてんの、意味が分からへん、え、
チキンナゲットってソース1個やねんけど、セットで買ったから2つついてる。そうかな、意味わからん。まあいいけど、うまい、うまい、うまかった。もう出ないで、もういいやん、ね、もういいやん、ね、この喉が痛くなる。あとの方なんか炭酸だけど美味しいけど、これは分かる。特にこの紙コップのやつあかんの、早抜けんな。うまかった。コーラは考えない。うん、考えない。ということで、マクドでお昼ご飯が出ましたということでね、もう一回ね、バッティングセンターで、バッティングセンターで今してみます。温度が上げんの？え？温度が上げんの？温度が？温度が売ってるの？え？これが売ってるの？上げたのか？上げへんの？量の売ってるとか恥ずかしいからダメやねんて。あちゃんちょっと出るのかな？見て、確認はしてないんだけど、ソフトボールでもちょっとだけ取ってもらったけど、めっちゃネット、ネットが邪魔で見えへんよらしいです。ということでね、ご飯食べ終わってまたバッティングセンターに戻りたいと思います。ではまたね、バイバイ。